車いすバスケットボールチーム札幌ノースウィンド、15歳から54歳までの20名が所属する北海道で最も歴史のあるチーム。車いすバスケは健常者でも一緒になって楽しめるユニバーサルスポーツとしても人気だ。車いすでやるから上半身バキバキですね。漁師さんみたいな。すごいよ。腕の張りがすごいよ。ハルクみたいな、もうめちゃかっこいいよね。やることが多いのよ。うん、ボールと相手も見る。で、こがなきゃダメっていう。で、止まってとかね。そうですね。4つ5つ同時にやられてるっていう ね。競技に使う車椅子に乗ってみよう。ずいぶん形状が違いますね、はい、普通の車椅子と比べて。そうですね、まあ、一般の車椅子と違って、こうタイヤがですね、正面から見るとこうハの字に、ついてると思うんですけれども、はい、まあ、こうやってついてることでですね、こう動きがすごくターンが速くできたりとかっていう特徴があります。はい、ブレーキがついてないので気をつけてください。ブレーキないんだ。そうです。はい、どうやってブレーキするんですか。じゃあ、止まるときはもう自分の手で握ってタイヤを止めてブレーキしてもらいます。握力で止める。そうです、握力で止めます。回転してるものを。そうです。シュル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 、全速力で走ってもらって握力だけで止めてもらいます。これ指巻き込まれないんですか。中途半端に握ると指巻き込まれちゃうんで、はい、しっかり止めてください。はい、根性だ。でも僕車椅子歴は長いんで。そうなんです。怪我をよくするから。怪我をめちゃくちゃしギュッとしたら3年は乗ってます。そうなんですか。おお、はい、ちょっと動いてな、一体感あるすごいね。体との一体感、直接パワーが伝わるね。あ、はい、軽いですね。で、そうですね。おお、あ、でも止まんの怖いね。ああ、なんだか、ああ、止まんのか。あ、スピード出てるの触るの怖いわ。やっぱ熱いって思っちゃうよね。そう、今うちのチームで一番勢いがあって速い、三田健人くんが、お二人とスピード対決を したいと思います。もう勝てるわけないじゃない。チーム1のが出てくるし、チームで一番遅いみたいだったらもしかしたら可能性ありましたけど。チーム1のスピードスター三田選手、圧倒的なスピードに注目。じゃあ行け。うおー、速い。トップスピードが速いわ。うわー、おー、ナイスだ。速い。前田がまだ走ってるから。すごい、すごい。トップスピードまでがもう尋常じゃない。2速でもいい勝負。うん、そうだよ ねこれすごいよ。うわ、しゃー、あー、すごい。じゃあそっちじゃない。うわ、回避がうまい。正攻法じゃ無理だけど。ちょっとフェイントかけられた。正攻法じゃなかったとしても。あの間でテクニックを見せてきた。